YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ワイパーの中村です。鈴木です。はい。こちらも新着紹介ですね。はい。今回もですね、結構実物からメーカー品まで様々揃っております。はい、はい、ということで、じゃあ先頭から紹介していきたいと思います。はい、こちらです。はい、こちらですね、以前も入荷していたんですけど、はい、ドイツ軍のモールスキンジャケットの今回デッドストックが入荷しました。こちらは前期ですね、テープついてるんで、はい、このベルトがね、特徴的な、いやジャーマンピケですよ。この間ね、オフホワイトのセーラーパンツ紹介しましたけど、うん、あれと同素材の色違いです。はい、まあ、こういう、いいね、はい、ピケ素材、あの、うん、まあ、ジャーマンクロスとも呼ばれますね、うん、モールスキンのような素材感になってます。いや、今回しかも結構全サイズ今カゴ空いてますよね、うん、あのサイズ選び可能な状況なんで、これ後期はこちらですけどね、はい、こちら後期ですね。なかなかないですよ、本当にこんだけサイズが選べて、しかも両方ともデッドですからね。そうなんです、すごいですこれは、はい、まあ、特に前期はですね、結構希少価値も高いというふうに言われているので、うん、そうなんですよ。だから皆さん覚えてください、このテープがここに走ってるものがあればここにですね、前期だよということで、希少価値がちょっと高いですよこれは、はい、ぜひ。個人的には後期の方がデザインは好き。まあシンプルに着るならですね、シャツジャケットのように着るならこっちの方があんまり主張はないし、はい、まあ今っぽくちょっとオーバーサイズで着るとこっちは雰囲気出しやすいんじゃないですかね。はい、はい、どちらもおすすめです。はい、はい、では続いてはですね、はい、米軍の、こちらユーズドですね、はい、海兵隊 USMC のモール 2FLC ベスト、うん、まあ、いわゆるタクティカルベストです、ね、いやザ・ミリタリーベストですけどね、はい、まあ、最近なんだろうな、こうベストスタイルがファッションのね、あのスタイルとして結構認知されてきてじわじわ来てるんで、最初はとっつきにくいかなと思ってましたけど、今見ると意外とハマりそうだなこれ、うん、で、まあ、このモールウェビングと呼ばれるですね、いろいろ装着が可能な、はい、ベルトループがですね配置されています。で、まあ、なんともいえないこの US のステンシルですよねやっぱり、はい、まあ、意外とかもハマりかも、この夏の単調なスタイルのいいアクセントになると思いますよこれですね、うん、内側にポケットとかもついてるんで、うん、まあ、ポケットに物入れたくない人とかこれ羽織っちゃえば意外と収納も中側にたくさんあるんでいけると思います。まあ、シンプルな着こなしのワンアクセントにこういったタクティカルなベスト、うん、あえて外しで取り入れているのもおすすめです。はい、はい、続いてはですね、はい、こちらメーカーものヒューストンですね、はい、ヒューストンからこちらはですねベルギー軍のパンツの、モチーフにしたですねフィールドパンツ、はい、これ2色展開ですね、はい、で、チェコのカーゴパンツもありますかね、はい、あります、はい、これすごいですね。まあなんだろうな、もちろんこういうミリタリーショップに働いてるとよくあるじゃないですか、6号とかそういうのを皆さんがサンプリングして使うパターンって、うん、けど今回このベルギーのチョイスはちょっと渋くないですか。確かにそうです ね、まあ、結構米軍とかのアイテムのリプロダクトって分かりやすいと思うんですけど、はい、なんとそろそろこのユーロミリタリーまでリプロダクトの波が押し寄せてきてるんじゃないかな。いやすごいですよね。だからヒューストンさんの目の付けどころが渋いとこついてきたなと思って、はい、うん、ですね。で、まあ、カラーに関しては、うん、まあ、実際にあの実物でも結構色差あったりとかするので、はいはい、まあ、この茶色寄りのものとこのグリーン寄りのもので今回チェコと、そちらですねベルギー軍の、はい、はい、デザインそれぞれ、ね、渋いです、はい、こういった感じになっています。いやけどいよいよそういう時代に突入したのかな。まあ確かに、まあ、結構そのユーロミリタリーのこういったパンツもですね、あのでだんだんと手に入りにくくなってるので、うん、まあ、本当にこの、復刻でもいいんじゃないかっていうような声も上がってると思います、ね、時代を痛感しますよ新しい波を、うん、これはもう M47 だけじゃないんだぞっていう感じです ね、すごいです、はいはいはい、ではですね、まあ、一旦ちょっとこちらから、ね、次こっちに行きましょうかね、はい、じゃあバッグ、はい、バッグいきます、はい、今回ですね実物のバッグが3種類入っていて、はい、まずこちらがですね、チェコ軍の M85 のパラシュートバッグになります、うんうんうん、なるほど。これねチェコの 3way の、 あのパラシュートバッグとほぼ同じ素材っていうか同じ素材ですね、カラーリングも含めて。そう、ナイロンの素材でこれ結構色差がまちまちなのかな、ちょっとオレンジ気味のものもあったりしますけど、うん、ありますね、はい、まあ、こちら結構落ち着いたブラウンカラーの、ね、ナイロンのショルダーバッグになります、はいはい、こんな感じでね、うん、今からの時期はいいんじゃないですかこれ、まあ、縦長で、まあ、結構比較的物もガボッと入れられるので、うん、まあ、ちょっとしたお出かけとかに背負ってみるのもいいじゃないですか、はい、あと裏側にこういうステンシルが入っているのでやっぱこういうのがちょっとミリタリーライクな感じを演出しますよね。かっこいいです、はい、うん、まあ、人気の、バッグになってます、はい、で続いてこちらユニークな形ですが、はい、オランダ軍のですねこちらファーストエイドバッグになりますね。これ初めて見ました。しかも初めて見た時米軍かなとかこのグリーンのオリーブのナイロンの質感と雰囲気が思ってたんですけど、ね、オランダなんですよね、はい、これ意外だなと。まあ、素材感であったりとかこの付属の使い方とか結構米軍の雰囲気に近いような感じですね。ね、ですよね。黒でステンシル US って入れたらもう多分中八九皆さん米軍って言いますね。いやそれぐらい雰囲気は米軍の雰囲気を醸し出してます。まあ、形も丸っこくて可愛い。いや使い勝手いいと思いますよ、はい、これ本当に可愛いし。ですね。
まあ、これも面白いと思います、はい。で続いてはですね、ポーランドのこちらガスマスクをもともと入れているバッグになります、はい、ガスマスクバッグね、はい、各軍でありますよね、これも、はい、縦長の形が特徴的ですけど、はい、でこのように、ストラップがついていてフラップ付きの、ショルダーバッグですね。やっぱこんぐらいのサイズ感のこれはやっぱ春夏の季節最適ですね、うん、まあ、本当今の時期にぴったり、軽装でこういう T シャツの上から羽織るとすごい楽で、羽織るというか肩斜め掛けするとアクセントになりますしね、もうこんな感じ、そうなんですよ、はい、うん、はい、いいですね、はい、はい、まあ、実物3型、はい、バッグですね、はい、ショルダーバッグ入ってます、はい、で続いてこちら来ました、鈴木一押しでございます、こちらはですねモールシューズ、はい、以前ですね革靴、新ブランド取り扱いで、非常にですね大人気だった、モールシューズからこの度ですね、夏仕様のサンダルが入荷しました、はい、ようやくですね、はい、もともと夏サンダルも出るんでお楽しみにというふうに告知してたと思うんですけど来ましたよ、はい、カラーは、はい、ベージュ系のカラーなんですけど、うん、本来ですね、で形自体はですねほぼほぼ忠実に、うん、本革レザーを使用したサンダルになっています、はい、でこちら、3つのベルトが特徴のものはですね、これビルケンシュトックのオスローも、うん、チーフにしていて、はい、まあ、本来そのコルクの結構比較的厚底のサンダルなんですけど、はい、まあ、それを結構ドレス要素の強いちょっと薄型のですね、うん、ビブラムソールを使った薄型のサンダルになっております。ヒールビブラムなんですね、これ両方とも。どちらも当然モールシューズ全部ビブラムソールなんで、はい、でさらに今回ですねこちら全て国産になってます、はい、まあ、今まではですね、はい、中国製だったんですけど、はい、今回のサンダルに関しては、日本製のサンダルになっているので、まあ、さらにですねちょっとプレミア感の高くなっています。さすがですね、はい、もう大人な雰囲気を醸し出してますね、はい、デザイン、ソールの形といい、なんか、うん、これはですね結構女性にもおすすめだと思います、ですね、はい、特にこっちのサイズもですね幅広く23センチから揃えてますので、うん、気になっている方はぜひ、はい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 、で続いてまたまたパンツに戻ります、はい、はい、続いてはですねフランス軍の F2 カーゴパンツの、はい、CC のデザート、しかもデッドストック、はい、来ました、はい、いいです。これやっぱねチャドシャツの流れで、うんうん、F2 カーゴパンツも最近充実してきましたね。そうですね、まあ、なんていうかこの CC カモが最近すごいこう、うん、うちの社内でもよく見たじわじわ来てるイメージ、はいはい、これねちょっと前の入荷で OD のカラーの希少サイズが入荷ご案内したと思うんですけど、それに続く今度は CC カモデザートですよ、しかも、はい、まあ夏っぽいですよ、ほらこのやっぱ米軍夏に入ってほしい迷彩柄チョコチップ筆頭株ですけど、フランスの CC カモという手もありますよという形で、はい、ナイスタイミングですこれ、うん、涼しい感じのカラーの配色です ね、はい、ですね、はい、こちらもおすすめです、はい、はい、で続いて最後ですね、はい、今回のもう目玉ですね、はい、個人的にはすごい、これは初見ですけどこれはいいですよ、はい、はい、ご紹介します、はい、スウェーデン軍の、こちらですねプリズナーのパンツになります、はい、これはねジャケットで有名なはずなんですよ、うちは昔からジャケットを販売してました、はい、実は同素材のものでセットアップのパンツがあったんですね、はい、まあ、パンツがあったのは知ってたんです、ただまあなかなかもう放出がないのでずっと入荷はないなって諦めてたんですけどどっかで、はい、なんと今回入荷しましたよ、これいいですね、しかもこっちすごいです、これ2種類あるんですよね、あ、そうですね、これ今持ってるのは裏がシンチバックの方なんですよ、はい、なんかより古い年代の方だと思うんですけど、これは、うん、極小ですよこれ在庫数めちゃくちゃ少ないですからねこれで、まあ、こっちが普通のベーシックですね、はい、基本的な、ま、うん、表から見るとですねそんなに違いはないんですけど、うんうん、まあ、この背面がですね、はいはい、この微調がついてるかついてないかという感じで、そうなんです、はい、でジャケットはどちらかというとウエストがシェイプされたちょっとこう細身のシルエットなんですけどね、はい、パンツはなぜか結構太身のワイドシルエットに近い、うん、ズドンとしてそうなんです、だからそこが面白くて、うん、だから本当セットアップで履いてもなんか決まるんですよね、あ、確かにキュッボンって感じ、うん、メリハリがついてるんで、はい、いいですよ、そう、太めのボトムスで、で形は、テーラードジャケットのタイプなの で、 そうです、はい、セットアップで本当着れるようなお待たせしました、これ海外便の、ね、入荷の時にスバルがセットアップでスタイル提案してたやつで結構リクエストの声も多かったので待望のオンライン登場です、はい、でこれ実際ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、この玉虫色っていうような感じ の、 この見え方によってこの緑なんですけど若干光沢があるんですよね、なんかね赤っぽくもツヤがあったりとかして、まあそういったところも面白い素材だと思います、うん、いいですよこれ、そう、まあ、このプリズナーに関してはまたまたうちのヤングチームでまたご紹介したいなと思ってますので、夏の海と書いて夏海がこのパンツがオンラインに出ればぜひセットアップで紹介したいということで言っておりますので、はい、スバルをまた呼びつけて、はい、動画をお届けしたいと思います、はい、お楽しみに、はい
ということで、はい、今回ですね、たくさんの商品また新入荷でご紹介させていただきました。すごいですね。最近はもう新入荷再入荷のボリュームがすごいです、はい、スタッフも見逃してしまうかもしれないぐらいの毎週末ボリュームなんで、はいはい、皆様もお見逃しなく、はい、まあ、という感じでですね、ほぼほぼ毎日再入荷新入荷ありますので、はい、ぜひサイトの方チェックしてみてください、はい、それではまた次回お会いしましょう。さようなら、バイバイ。